わかりやすい中学英語、同名詞、同名詞と不定詞。ここでは同名詞、動詞の後ろに ing がついて、〜何々することという意味になります。この勉強をしていきたいと思います。えちなみに、黒字で書いてある進行形というのは、b 動詞プラス ing で〜何々しているところ、 過去形であれば、ダニャにしていたところという意味を表しますので、動詞の後ろに ing をつける形は同じなんですけども、意味は変わってきますので、しっかり特別してください。ing のつけ方は進行形の時と全く同じです。普通に ing をつける語が、play, playing, watch, watching。注意していただきたいのは、study はそのまま ing をつけてください。2番、e で終わっている時には e を取って ing をつけます。 例外的には c は seeing.e で終わってますが、そのままつけます。単語インプラスシンジの文は、最後の字を2回書いて ing ですね。ie で終わっている単語はこの d i e ね。が、y、ie を y に変えて ing。もうとりあえず dying だけ覚えておいてください。repeat.play playing. はい。watch watching.study studying.write writing. use, using.have, having.see, seeing.run, running.swim, swimming.cut, cutting.stop, stopping.die, dying. 基本文を見ていきましょう。I like soccer. 日本語にできるでしょうか私はサッカーが好きです。よろしいですね。 それではこれはどうなるでしょうか ?I like playing soccer ここで同名詞が使われています。プレイの後ろに ing がつけば何々することという意味になります。ここでは b 動詞はありませんので進行形と違いますので区別してくださいね。これで私はサッカーをすることが好きですという意味になります。それではこれはどうでしょうか日本語にできるでしょうか watching で見ることと訳してください。私はサッカーを見ることが好きですという意味になります。よろしいでしょうか動詞の後ろに ing がつけば何々することという意味になります。repeat.I like soccer. はい。I like playing soccer.I like watching soccer. はい。それでは違う文を見ていきましょう。 プレイングサッカー is fun. 日本語にできるでしょうかプレイングで何々すること。同名詞ですね。y プレイングサッカーでサッカーすること。これが主語になります。is fun. 楽しいです。ということですので、サッカーをすることは楽しいです。という訳になります。これはどうでしょうか ?my hobby is watching soccer.my hobby で私の趣味は watching soccer. サッカーを見ることですという形で B 動詞の後ろですね。えー、文法的に言えば保護という形になります。私の趣味はサッカーを見ることですということで、先頭で主語になったり B 動詞の後に来たりすることもできます。同名詞の方はね。Repeat. Playing soccer is fun. はい。My hobby is watching soccer. それでは、同名詞と不定詞について見ていきたいと思います。I like watching s a c c e r 日本語にできるでしょうか ?watching で先ほどの通り、見ることと訳してください。同名詞ですね。私はサッカーを見ることが好きですという訳になります。それでは、これはどうでしょうか ?I like to watch s a c c e r t o と watch。動詞の原型ですね。不定詞でいくつかありましたが、 何々することという名詞的用法というのを思い出してください。実はこの to watch でも見ることと訳すことができます。私はサッカーを見ることが好きですという全くおなじみになります。もう少し見ていきましょう。サッカーを見ることは楽しいですというのを2通り作ることができるでしょうかこのようになります。watching サッカー is fun. ね。watching が先頭に来る同名詞の文ですね。 え、こういう形にもできますし、もう一ついきます。to watch soccer. サッカーを見ることは is fun. このような形で、え、同名詞を使っても、不定詞を使っても同じ意味で表すことができます。repeat.I like watching soccer. はい。I like to watch soccer.watching soccer is fun. To watch soccer is fun 次にこの文を英語にできるでしょうか私はサッカーを見ることを楽しむという形ですね二つの文を出しました上、Where、I enjoy watching soccer 同名詞の watching が使われています下の文は I enjoy to watch soccer という形で不定詞の to watch が使われています ウォッチングもトゥー・ウォッチも先ほど申しましたように見ることと、えー、訳すことができるんですが実はこの緑の Enjoy 楽しむという単語はウォッチングしか後ろに取りませんですので Enjoy to watch にはなりませんので、えー、知っておいてください I enjoy watching サッカーこの文しか成り立ちませんもう一つ見ていきましょうサッカーを見ることをしたい見たいという形ですね これはどうなるでしょうか ?I want watching s o c c e r i want to watch s o c c e r 実は want という単語は watching にはなりません。to 不停止。I want to watch しか取りませんので enjoy は ing の同名詞。want は不停止という形で単語によってペアの相手が決まっていると思っていてください。もちろん先ほどの like のように両方取る 動詞もありますので、単語によって変わってくるということだけ知っておいてください。Repeat.I enjoy watching soccer. はい。I want to watch soccer. それでは、同名詞のみを取る単語と不定詞のみを取る単語を紹介したいと思います。 enjoy 何々を楽しむ finish 何々を終える stop 何々をやめるは同名詞のみです。後ろに ing が来ます。不定詞のみを取る単語は want 何々したいですね hope 何々を望むなどがありますがとりあえずこの5つをしっかり要素を押さえてください repeat enjoying、はい、finish ing stop ing want to, hope to 一時停止ボタンを押して watching または to watch を入れてみてください。それでは答え合わせをしましょう。I enjoy.Enjoy enjoy の後ろは ing 同名詞をとりますので I enjoy watching soccer と私はサッカーを見ることを楽しむと。二つ目です。I want to watch soccer ですね。 want の後ろは to 動詞の原型の不定詞になります。私はサッカーを見ることをしたいですので、見たいという形ですね。三つ目です。I finish watching サッカー。フィニッシュの後ろも ing です。私はサッカーを見ることを終える。四つ目です。I hope to watch サッカー。Hope 望むの後ろも to 動詞の原型の不定詞です。私はサッカーを見ることを望むと。最後ですね。I stop watching soccer. これで私はサッカーを見ることをやめるというような形になります。repeat.I enjoy watching soccer. はい。I want to watch soccer.I finish watching soccer.I hope to watch soccer.I stop watching soccer. 練習問題です。 一時停止ボタンを押して、英語を考えてみてください。ヒントを出します。カッコに入る語を一時停止ボタンを押して考えてみてください。それでは答え合わせをしましょう。一番、私は音楽を聴くことを楽しんだ。聞くこと、ここが英動名詞になりますね。楽しんだですので、enjoyed。enjoy の後ろに ED をつけて過去形にしております。 聞くことですので、listening to でよろしいでしょうか。listen to で何々を聞くですね。音楽を聞く場合には listen to music というパターンですね。ですので listening, ing をつけて聞くことという形になりますね。2番です。英語を勉強することは重要です。ここは主語が同名詞になっている形ですね。 英語を勉強することですので、studying English.study の後ろに ing をつけて勉強することですね。英語を勉強すること。ここが主語になってますね。is 重要というのはお分かりでしょうか ?important となります。このような形になります。3番、彼は泳ぎ終えるでしょう。彼はですので、he ですね。終えるでしょうという未来の形ですので、will を使ってください。終えるですので fin、finish。 ね。泳ぐことを終えるですので、同名詞がここに入ります。スイミングになりますね。スイムに ing をつけるときには m を2回書いて ing となります。4番。これは非常に難しいです。彼は泳ぎ終えたいと。えー、まず彼はですので、ひですね。何々したいですね。泳ぐことを終わるようにしたいという形なので、非常に難しいんですけども、 えー、したいという形ですので、wants, wants になりますね。want の後ろに三人称単数の s がつきます。次に同名詞、want は同名詞ではなくて不定詞しか取りませんので、to finish これで終わることをしたい、終えたいということですね。えー、この to finish は不定詞になります。その後ですね、泳ぐことを、えー、終えたいという形なので、先ほど上と一緒にスイミングが入ります。 この、えー、紫の部分は同名詞の泳ぐことですね。to finish は、えー、不定詞の終わることを want したいという形ですね。want の後ろは不定詞しか取りませんので want to という形になります。非常にややこしい文型なんですけども、理解できたでしょうか ?repeat.I enjoyed listening to music. はい。studying English is important. He will finish swimming. He wants to finish swimming. 自己表現。英語で答えましょう。私が英語で質問しますので答えを動名詞を使って答えてください。画面の方は質問を表示しますが、できれば画面から目をそらしてご自身で考えてみてください。それではいきます。 No.1 What,、like、What do you like eating? 答えをどうぞこのように答えられたでしょうか私の質問は、What do you like eating? 何を食べることが好きですかということですね。I like eating. 例えば、お好み焼きと。お好み焼きを食べることが好きです。このような答えになります。2問目いきます。 No.2 画面から目をそらしてください。What sport, do you like、playing? What sport do you like playing? 答えをどうぞ。このように言えたでしょうか私の質問は何のスポーツをあなたはするのが好きですかということですね。I like playing basketball、ね、私はバスケットボールをすることが好きです。このように答えられたでしょうか 3問目いきます。画面から目をそらしてください。No.3 where,、like、where do you like going? 答えをどうぞはい、このように得たでしょうか。私の質問は where ですね。どこに行くことが好きですかと。I like going to Osaka。ね、大阪へ行くことが好きです。カッコ内はえ全てご自身の答えで答えていただけたら結構です。 Repeat. What do you like eating? I like eating okonomiyaki. What sport do you like playing? I like playing basketball. Where do you like going? I like going to Osaka. 復習です。一位停止ボタンを押して日本語を英語にしてください。それでは、リピートしながら確認しましょう。Repeat.I like soccer. はい。I like playing soccer.I like watching soccer. カッ内に watching もしくは to watch を入れてください。一位停止ボタンを押してご自身で考えてください。 それではリピートしながら確認していきましょう。Repeat.I enjoy watching soccer. はい。I want to watch soccer.I finish watching soccer.I hope to watch soccer.I stop watching soccer. That's all for today. 中学英語を勉強する皆様のためのホームページを解説しました。ホームページでは YouTube 動画が一覧表で表示してありますので見やすいです。ホームページからはクリックするだけで動画が見られます。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。See you next time. Bye bye.